早速やっていきましょう毎日学習家の林ですよろしくお願いします。というところで、これはまあその、えー、とだ,んだ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 ん定義がこう歪んでいくみたいな話です。やっていきましょう。というところで、えっ、ー、と、941ですね。941の、えー、2019年の、えー、と総合政策の3です。やっていきましょう。えー まずは、あれですね。えっと、第3パラグラフで、その横断歩道無視とか徘徊っていうのが何の例として挙げられてますかっていうことで、これはちょっと見ていきましょう。えっと、1番がえ取るに足らない苦情、これが正しいんですけれども、えっと、3の最終段、最終ですね。3パラグラフの最終、ちょっと見ていきましょう。 まあ一番最初、その要は暴行とか強盗とか、そういうのをこう監視するためにできた自警団が、それが稀になってくるとどうなるかということで、老ロ横断ロとか深夜徘徊とか、そんなにこうあの大したことでもないようなことに関して怪しいと思うようになるんですよっていうふうな、そういうふな話が書かれてます。ということで、これはまあ取るに足らないことの例として書かれてますんで、 えー、さっきの答えは一番が正解で一応見ていくと、えっ、ー、と織田ほど無視とか徘徊っていうのがまあ、法的な振る舞い。これは絶対違いますよね。そのまあ。あ あのスカートも何かしらこうの法律を軽く破っているとか、まあ、怪しいことは間違いない法的な振る舞いということはないでしょう、えー、絶対的尺度ということもないですね避けることができない問題だとも思いません横断報道の無視も徘徊も避けることができない問題ですからそういうふうに書かれてないんですけれどもあの書かれてないということは重要ですからねその自分が思うも思わないということ以前に書かれているかどうかということは大事であのこれはそのトロに足らない苦情ということであの あのまあ、これは実際にその強盗とか暴行とかそういったものと比べればあの全然こう取るに足らないことをして書かれてますので1番が正解です。で、えー、と2番ですね、えー、と82番82番が、えー、とコンセプト「クリップ」って何なのかっていうふうな話であの書いてます。であの まあここで言ってるその中心的なアイデアですね、コンセプトクリープって何ですかっていう風な話で書いてるんですけれども、まあその、えっと、それが一般的になる、え、なくなるにつれて、その定義、えっと、概念の定義が広がることですよっていう風なえことが書かれてるんですけど、実際これはそうですよね、その、あの、例えばだから、なんか、 犯罪がなくなったらなんかその犯罪の定義が広がるとか、まあ、ある色がなくなったらその、えー、とある色の,その定義っていうのは広がるとか、まあ、そういうふうな話って6-1に書かれています、えー、と一応これ、まあ、あのチェックしておきたいのがあれですねあのこのコンセプトクリープっていうその言葉そのものは第4パラグラフで出てるんだけれどもあの別にその何て言うんでしょう あのー、それに関してどういうものなのかっていうものが第4パラグラフで出てるかどうかっていうとそうではないわけですねだからその第4パラグラフだけ見て答えようとしてもダメであの答えは他の,あの段落にある場合も十分あるというところです6の1見ていくとえっ、ー、と6の1では例えばあれですねあのー、えー、人々がそのまあええー 強迫的あっていう風に感じる顔っていうのがまあ少なくなればなるほどに、えー、と私たちはその強迫的っていうものの定義っていうのをあーのー、まあ、どん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 こうその広い範囲にし,あのしていくんですよとあーのー含めていくんですよっていう風なことを書かれてますでこれはもうコンセプトクリープの,あの典型的な例ですよねコンセプトクリープっていうのが一番最初出てるのはここの部分ですまあそんだから あの、あれですね。まあ、ゴールポストが変わるみたいな話、これ書かれてますけど、その定義がどんどん変わっていくっていう風なところの話の一例としてはこれがあります。まあ、他にもいくつか出てますけどね、この中で色の話とか、あのリニーの話とか出てますけれども。 まあ、6の1だけ分かれば十分答えられる問題かなとは思います。で、一応その1から3までどうして違うのかっていうところをちょっと説明していければなとは思うんですけれども、えっ、ー、と、まず1番に関して言うと、あれですね、その、まあ、定義がどんどんこう狭くなっていくっていう風な話で、これは違いますよね。その定義広くなっていくわけだから狭くなっていくわけではないです。6の1に分かるようにね。で、 あとは、まあ、客観的な真実にこう近づいていくるんです。そんなこともないですね。客観的な真実からはむしろ離れていく。で、えー、3番目。えっ、ー、と、まあ、あれですね。このコンセプトっていうのは、まあ、あの、無意識にあなたのンドに入るんですよ、と。まあ、あなたが予想、えっ、ー、と、 それをこう予想してないときにっていうふな話がありますけれども、まあその少なくともどれが一番ふさわしいかって、まあその3番ももちろんそういう側面あると思うんですけれども、どれが一番そのコンセプトクリップってものを説明するときにふさわしいか、よりこう解像度が高いかよく説明してるかっていうところで言うと、4番が一番近いので4番を選んでいくっていうふな形になると思います。その3番とその迷われた方は、 これのそもそもの問題っていうのがどういう問題かっていうとちょっとまた見ていくとあの文脈的に最も適切な語とかねこれ語,あの語法三択のと合だれたら文脈的に最も適切な語とかあとはその内容打ちったら最も適切なものをっていう風に書いてますんでじゃあ最も適切なものは何なのかっていう判断のもとでやっぱりこうなんていうのかなあのー、こ,うこれが正解って思っちゃうとパッて選んじゃう癖ってあるんですけど その1から4っていうのをちゃんと見て、どれが一番適切なのかなっていうのが、ちゃんと分かるような形で書いていただくっていうのが、考え方としてはまあ一番大事かなというふうに思います。で、次へ、13番。えー、この記事によればっていうところで、あれですね。あの、 まあ意識的な判断っていうのはっていうふうなところでっていうふうなところをちょっと見ていければなとは思うんですけれどもこれは3番ちょっと待ってくださいね意識的な制御の話は書いてあって7のラストに書いてます かまあ、これあのどういう実験かっていうと結局そのちゃんとやった場合にはその賞金がもらえるみたいな話なんですよねちゃんとやった場合にはその賞金がもらえるっていう風な話なんだけれども、まあ、それでも結局そのあれですねあの、まあ ちゃんとと判断してあの色を分けることができなかったっていう風な話なのでまあ意識的な制御っていうのはできないんですよっていう風な話なんですね。っていうところで話をしていくと,、えー、とこれはまあ意識的な制御ができないっていうところが3番これが正解です。で124に関してはあのまあ特段書かれてないですね。だからあの 3番しか書かれてない、意識的な制御はできないんだっていうふうなことです。で、えー、次、84番。84番は、えー、この記事によれば、えー、どれが正しいですかっていうところをちょっと見ていきましょう。えー、っと、ちょっとじゃあ見ていきます。えー、明確な道筋っていうのは、えー、判断の誤りを消すんですよ、特定の介入によってって書いてあるんですけど、 別にそんなことないですよね。だって、これ、あの、なんか要は、その犯罪のやつにしても、いろんなやつにしても、倫理観のやつにしても、判断の誤りをあのしてるので、っていうことは、これ全然逆のことを書いてるので違います。で、えっ、ー、と、2番です。えー、これは、まあ、倫理観に関するその、まあ、判断っていうのは、あの他の判断とその同じ問題を持って、まあの、同じ問題を持ってるというふうな話なんですけれども、これは、まあ、 あのあ含んでる、含んでるっていう風な話なんですけど、これはまあそうですよね。だから、えっ、ー、と、第9段落見ていきましょう。第9段落のこと、こで、まあ、驚くべきことに私たちは同じパターンを見出したっていうふうなことを書いてあるわけですから、まあ、最初、その倫理的なものに関しては、えっ、ー、と、こういった、 あのコンセプトクリープみたいなものは出にくいんじゃないかってことを考えた、懐疑的に見ていたっていうところですね。懐疑的に見ていたんだけども、実際はそうではなくて、同じパターンを見出したんだっていうふうな話なのでっていうことを考えると、これは2番は正解。で、えー、っと、あれですね。ちょっとこれごめんなさい、ずれてるんで、ここ直します。 えっと、自警団は非効果的なんだと、なんで非効果的なのかって、その減らす犯罪をって、まあ、えっ、ー、と、なぜなら、えっ、ー、と、誤った判断をするかってこと。ただね、自警団は実際犯罪を減らしてるんですよ。犯罪が出会うなった時に判断を間違えてるだけの話であの、別にその犯罪を減らすのに非効果的だっていうふうなことは言ってないわけですよね。これ実際、あの3、3の一を見てると、まあ、その、あれですね。ここで、あの、まあ、だから、 あの強盗とかあと暴行がまれになったということをえと仮定しましょうというふうなことが書かれていてであのそこからこう話が出てますんでってことを考えるとまあ別にちゃんとこうその犯罪は減っているというふうな考え方もできるので,で,かでもそういうふうに仮定しているので3で書かれているようなことは書かれていないですで。次4番 これは、えっ、ー、と、まあ、あれですね、あの、お金あげるよと、正しい判断をしたらお金あげるよっていうふうに言うことが、えー、まあ、あの、人々がこう判断をする上での能力っていうのをあの高めるんだってい、まあ、それは、全然書いてないですよね。だって、第ン段落の,あの一番最後の方で、まあ、お金を渡すってことを約束しても、結局、その、 あの意識的な制御っていうのが働かなくて間違った判断をしたってことが書かれてるわけですからっていうことを考えたら、えー、とこれも違いますっていうことで4番も違う答え2番です次、えー、85番85番はあれですねあの第10バラグラフによれば、えー、まああの時として脅威、えー、を区別することは難しいっていうことなんだなのかっていうところですで第1難なく見ていくと まあこれは結局、その、あれですよね、あの、さまざまな研究によってあの分かったのが、そのまあ人間のその、頭のプロセスの、その、まあ、基本的な考え方の結果なんだよと。で、あの、だから、まあ、非常にこう、 あれですよね、そういった中でこうその人間の頭っていうのはまあその相対的な比較をするんだっていう風な話が、えー、ここではまあ書かれていてで、まあ、例えばだからこう最近見たもの,と,照らしあの、えー、と比較したりとかあるいはその。 なんか最近見た顔の平均を取ったりとかあとはまあ一番こう驚異的な顔とそうじゃない顔を考えたりとかするんだ、まあ、相対的に判断するんだっていうふうなことはこれは書かれてるんですけれども、うん、っていうようなそのところで、えー、と話をしていくとやっぱりこうあの非常にこう 脅威を区別するというのはまあ,あの識別する区別するというのはまあ難しいんだよというふうな話ですでは相対的な比較をしているっていうのに合うのが、えー、これはまあ3番ですねだから要はあのー、少し前のデータを基準、あのー、その使って、まあ、それを基準点としてというふうな話なので3番が正解であとはまあその認知作業の厳しいあのー、そうですね、あのー 人気作業におけるその長期記憶の厳しい制限とかっていう話は特に書かれてません。あとは、うん。2番も書かれてない。4番も。 これもちょっと違うっていう形ですね。3番が正解です。で、86番。86番は、えー、っと、相対的判断。このパッセージによる、お,おける相対的な判断として、えー、っと、 まあその理由として挙げられているものがどれかという,うな話なんですけれども、まあ、相対的判断はエネルギーは効率的ということこれ11の位置に書かれているということですねえっ、ー、と実際一番最初に書かれていますだからあの、まあ、相対的な比較っていうのは、まあ、あの少ないエネルギーしか使わないと、えー、まあ絶対的な測定に対してっていうところで書かれていますねってことでこれはエネルギー効率的っていうところが一番 正しいですで相対的判断が正確かっていう正確では絶対ないわけですよねあのこれもだから絶対的な測定とこれ書かれてますけど絶対的な測定ってのはまあ測定であるが,いあるあるがゆえに正確なんですよただあの相対的な判断では決して正確ではないですので正確っていうのは違うあとは重要な人のタスクに適してるかってそれは適してないですだって正確じゃないんだからであとはまあなんかあの 進化により需要じゃなかったみたいなことがあってそんなことないあの人間は未だに相対的な判断してますんで3番も違いますってと,とでこれは4番ですえー、次えー、いつの間にかっていう風な第13パラグラフの表現何を示してるかっていうことでこれちょっとじゃあ第13パラグラフ見ていきましょう 長いですねその短いやつを2つやった後にに何かこんだけのやつやると長いなっていうふうに思いますけれどもえと第13段落の,のいつの間にかっていうところでっていうところで見ていくとこれですね。 このいつの間にかっていうのが何を指しているのかっていうふうな話です。で、1番目があなたの基準あ,、まあ、あなたの,その判断をする基準っていうのは、まあ、いつの間にかその無意識にがめられるんですよっていうことで、まあ、これが正しそうです。で、えー、っと 一応13の3、4を見ていくと、そうですねだからその、まあなたがその隣人,隣人の,その、隣人というか、近所のチェックをするときっていうのは、まああの、あなたがスタートするときにあの、ちゃんとどんなことが反対なのかっていうのを書くべきですよで、まあ、あのそういうふうにしないと、まあ、あのいつの間にかっていうところであの書いてますね。 あの判断基準が歪むんだというようなことが書かれていますで、えー、一応なのでこれが一番が正解このところちょっと線引いていた方がいいですね まあいつの間にか、あなたはっていうところで、えっと、ま、その判断基準が歪む例として書かれてるってことです。で、えっと、次。2番ですね。えあなたが時系団の判断に、えー 判断に関してそのコントロールできなくなるみたいなことを書いてますけど、別にそこは書かれてないですあの。で、あとは、あなたの倫理観が曲げられると。まあ、あの、これも別に倫理観の話はここではしてないですね。倫理観の話はそのずっと前でしてるんで、倫理観の話は出てないです。で、えっ、ー、と4番が、えっ、ー、と、本質的な意識が あ何が正しく何が間違っているという本質的な意識が生まれるいやそれもだから結局なんて言うんでしょうそのあの要は全然反対でもないことであの、まあ、警察呼んだりするうになるっていうふうな話を書いてるわけですから別に本質的な意識がこうできるっていうふうな話では全然ないですよねっていうことで4番も違いますえー、っと あとは、その実験対象じゃないものは何ですかって話で、まあ、えー、顔、色、倫理ってのはもう全部出てきてますよね。あえてちょっと紹介することはもうしないですけど、あの、ちょっと忘れた方はこれ見てください。あのパラグラフ5-2とか、7-2とか、9-1とかに書いてます。身長の話だけは書いてないので、これ身長が正解です。で、えー、89番が、まあこれ、慣用句で言うと、この、えー、とメインコンセプトを、まあ、その、 表して何なのかってことで、まあ、あの、管をくって結構難しいんですよね。こう、パッと見て意味が分かんなかったりもするんで、結構この手の問題珍しいなと思いますけど、ちょっと見ていきましょう。えーっと、あれですね。ま、輪をくぐるってのは何でもするってことは別に書かれてないです。で、滑り出す、だからこう、だんだん認知が歪んできて、それがもうどうしようもなくなるみたいな話なんで、この滑り出すっていうのが正解です。で、 あのー、3番が焦りは無駄を生むまあ無駄と生むとかっていう話は特段してないんですよねで焦ってもいないしで4番、えー、全ての雲は希望の光を持つまあこれ不幸中の幸いってことですけど不幸中の幸い的な話は全然この中にないのでこれは違いますでえー、っとあとはあれですねタイトルを付けるとしたらどれが正しいですかっていうことでまあ これあの1番とかは結構あ,のあれですねあの解説他の解説とか見ても結構訳間違ってるケースが多いかなっていうふうにはあの思うんですけれどもあのちょっと何が何を就職してるかっていうのをちゃんと見ながら訳さないとあんま意味が分かんないかなという感じはします。まあ、だからちょっと後ろから訳していくとまあ 問題どんな問題かっていうと、まあ、見つけるべき問題だから犯罪とかっていうのは見つけるべき問題ですよね、その強盗とかそういうのは見つけるべき問題なんですけども、ただからそれがだんだんこうその範囲が広がっていくっていう話です。で、あとは、えー、と使い果たさない、えー、あなたの、えー、頭はっていうこと、なぜあなたの頭は見つけるべき問題を使い果たさないのかっていうところで、まあ、これはその全体を通じて書かれてる話ですよね。まあ あのこの手の問題ってのは一番最後か一番最初を見るのがいいんですけど、まあ、ちょっと一番最初を見ていくとごめんなさい飛びすぎた、えー、とここの部分ですねあの、まあ、なんでこうその多くの問題っていうのはその、えー、と頑固につきまとうのかとで あのそれを修正しようとしてもみたいなことを一番最初に書かれていてってことでまあメインのアイディアとしても既にあるわけですよねなんでそのあれですねあの問題を使い果たさないのかみたいな話がメインのアイディアとしてあってで全体を通じてあの書かれている問題なのでっていうところでこれは一番が正解です一応その2番3番4番なんで違うかっていうことも一通りお話ししていきますえー、っと2番に関して言うとあれですね あのまあ犯罪が減ったんだよとそのよく訓練された自警団によってって話なんですけどただ自警団がそのどん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 こうその犯罪の定義が大きくなっていくって話をしてるので。 まあよく訓練されたとか、まあ、犯罪減ったのはもしかしたらその犯罪を減ったと仮定するみたいな感じで書いてるんで、まあ、事実かもしれないんですけど、ただそれが事実だってことも書かれてるわけじゃないですし、あと、そもそもこの記事の中心的なアイディアかっていうと違うので、時系団以外の話もいっぱい書いてるじゃないですか。あその例えばか、えー、と顔の話だけじゃなくて、色の話も書いてれば、理理の話も書いてるっていうことで、これはまあその全体を貫くベストタイトルとは言えない、あくまでも格論です。なので違います。格論だしそ、まあ、そもそもよく 訓練されたのの話はないので、違うとであとは3番価値ある相対的判断って書かれてるんですけどその相対的な判断で判断が歪むってことを書いてるわけですから価値があるようなものないわけですよね。もうリワーディングできた段階でものが違うなっていうところは見なきゃいけない。で、えー、と4番これはあれですね。あーのーまあ えと良い判断をするためにはどうすればいいかって話を書いてるんですけど、その、ここで良い判断なんか全くしてないわけですよね。その悪い判断の例を挙げてるわけで別に良い判断の話なんか全然してないわけですから。えー、ってことを考えたら、えー、と4番も違います。ってことで、えっ、ー、と、この3番、4番褒めてるって段階で違う。2番は、えっ、ー、と、これはまあ、そもそもが格論だし、あとはまあ、 半、まあ、対減ってんのかもしれないけど具体的にそうあの確実に「そう」は書かれてないので仮定するとっていう形で書かれてないので、えー、違うってことでこれは1番が正解という形になります。